名の花体操とは、千葉県が県民の健康増進のために1983年に制定した二代目の県民体操である。明るいテクノポ、プ調のインストルメンタル曲。1983年に制作され、移行県内の各学校や観光庁に、東芝 EMI 製造のレコードカセットテープが配布された。運動会や、 体育祭の準備運動として行われる場合がある。ただし、積極的に実施されていない地域もある。以前、東葛飾では実施されていないとあったが、松戸市では実施されていた。2002年までは小学校で確実に行われていた。2000年には、新たに CD 版が制作され、県県康福祉部と千葉県内一部の図書館で CD が貸し出しできる。2006年頃には、 地元ラジオ局の米フムが、パワーウィークの番宣 CM の BGM として、使用していたことがあった。スローアイコエイリスローアイスローツー、コエイリスタンダードスタンダードロングバージョン高齢者向け、コエイリ高齢者向け、曲のみ、上記の1.23.67と4.5とでは、メロディーは同一であるものの、演奏されている楽器やテンポが異なる。 1983年製造のカセットテープ版は、上記の1から4とそのイントロ部を省略した曲が収録されているが、2000年製造の CD 版は、カセットテープ版にあった上記1から4のイントロを省略した曲は収録されておらず、新たに上記の5から7が追加された。千葉テレビ放送が、1983年から2002年まで放送していた。 番組初期から中期は女性指導員による実技を放送し、中期から後期は千葉県内の学校やイベント会場で収録した内容を放送した。後期は鈴木里恵がレポーターを務めた。同番組は初期から中期にかけてお茶の間 BGM の放送後に帯番組として放送され幾度もリピートされ、CM 枠の穴埋め番組としても活用された。 初期から中期の番組フォーマットは女性指導員による名の花体操ポイントを体操の一連の流れに沿って説明した後体操本編を放送赤の立ちをの同局に乗せて軽快に踊る様子を流し番組最後に企画制作千葉県教育委員会千葉テレビ放送のテロップをスーパーし終了番組としての題名の変遷はテレビ新県民体操 健康万歳。テレビノの花体操。ノの花体操へと解題されている。ありがとうございます。